海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が終盤を迎える中、F-35B 戦闘機の運用が本格的に始まる。F-35B 戦闘機の配備先は、ニュータバル基地と決定。今回は、護衛艦出雲、加賀での F-35B 戦闘機の運用を詳しく見ていきますね。F-35B 戦闘機が、今更必要と疑問視される中、日本の無人機導入も進みつつある。今後次世代戦闘機が必要になるのかも、わからない状況へ向かっている。世界の兵器が今一変している状況だよね。2022年11月現在、海上自衛隊では、保有艦艇の中で、最大の規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀、の2隻に対し、これに、固定翼の艦載機を搭載し、運用するための改修が、段階的に進められている。ここでは、いわゆる第5世代戦闘機のロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2の中で、短距離離陸と垂直着陸が可能な能力を与えられた B 型を艦載機とする方向で準備が行われており、戦後初の航空母艦保有が基礎されている。日本では F-35 ライトニング2については、航空自衛隊が通常滑走路使用の A 型を105機、前述の B 型を42機調達する合計で147機分の予算化がすでに確定しており、今のところ本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い同期調達数となっている。そもそも本国たるアメリカを除けば、各種の F-35 ライトニング2の全てを対象にした場合でも、その合計の調達予定数が100機を超えている国は日本とイギリスくらいしかなく、次に多いオーストラリアでも72機に止まっている。日本と違って、イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦の2隻、1番艦にして、ネームシップのクイーン・エリザベスと、2番艦のプリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが調達されている。イギリスは、2015年前後には、F-35 ライトニング2B 型の調達予定数を、最大で138機ほどを計画に掲げていたが、近年では、高価な動機の調達に、ブレーキがかけられ、大幅減の48機で終了する可能性すら、現実味を帯びてきている。こうした、イギリスのような、当初の計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては、程度の差こそあれ似たような状況であり、今後、ヨーロッパで従来のような形の戦争が生起する可能性は、限りなく低いとの判断があった。そのため、イギリスを含む多数のヨーロッパの西側諸国においては、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が顕著だった。しかし、ご存知のように、この2022年2月には、ロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったため、地理的にもロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、特に陸上戦力について大幅な増強を開始した国も出始めた。こうしたロシア・ウクライナ戦争の世紀という非常事態の発生を受けて、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費の増額を政策として打ち出してはいるが、イギリスがF-35 ライトニング 2B 型の再度の調達に動くかは見えていない。それでも、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて、北欧方面の北海に展開していることも報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつある。航空母艦のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、イギリス海軍の所属であるが、
艦載機の F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍の所属であり、さらに同艦はアメリカ海兵隊の飛行隊をも収容している。これはイギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけではクイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要とされるキャパシティに余裕があるためと、今後の同盟国としての連携を深める側面があるのだろう。また、同じく、アメリカの保有する強襲揚陸艦でも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められているが、こちらも、艦艇は海軍、艦載機は、海兵隊と所属する組織は別であり、同機の性質を物語るものとなっている。これら、イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定で、出雲、片護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊の所属での準備が進められている。こうした運用体制について海上自衛隊側は、これまでは敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたことと、航空自衛隊の対艦攻撃を主眼に置く想定とが相入れないのではないか、と、その連携の危うさを指摘する声もなくはない。また、アメリカ軍であれば、ワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に対し、艦載機としては、戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型を用いることに止まらず、輸送機としては、多数の MV-22 オスプレイを運用する体制が敷かれている。MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機として、ストに、その名を知られている機体だが、胴体が従来から、運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的な効率を発揮することでも知られている。実に、MV-22 オスプレイは、従来の CH-46C ナイトに比して、移動速度において、およそ倍、作戦行動半径でおよそ4倍、兵員の搭載量で、およそ倍、貨物の積載量で、およそ3倍に相当すると言われており、飛躍的に作戦の幅を広げている。この MV-22 オスプレイの運用があればこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は、迅速で強固な補給体制を構築できていると言って過言ではなく、その作戦遂行能力を、著しく高度な効率で発揮することが可能とめされている。翻って、日本の場合は、出雲、片護衛艦に改修を施して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はこうしたオスプレイのような機体は保有しておらず、その物資や人員の大量輸送を直接担うことは事実上は困難と言わざるを得ない。日本の場合は陸上自衛隊が V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で同機を9機保有している状態であり、今後も航空自衛隊が独自にこうした機体の調達を行う予定はないため、そことの連携も必要になってくるのだろう。その場合、出雲、片護衛艦等の艦艇は海上自衛隊 F-35 ライトニング 2B 型等の艦載の戦闘機は航空自衛隊 V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊とすべてその大元の所属が異なることとなり、指揮命令系統の一元化が求められる。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を鑑みれば、その調整が困難なことは想像に難くないが、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合には、どうしてもその横断的な運用を実現する必要があるだろう。ただし、あくまで個人的な意見ではあるが、今、まさに、航空母艦化改修の渦中に、
ある出雲、片越え艦2隻と、その艦載機たる F-35 ライトニング 2B 型に対し、その運用に、あまりに、多くのものを求めすぎるのは酷ではないかとも感じている。出雲、片越え艦は、2009年8月末に出された次年度2010年の防衛予算の概算要求において、建造が計画され、海上自衛隊としては、初めて、固定翼機の運用も、視野に入れつつ設計が行われた、いわば実験艦としての役割が大きい。2008年時点で、すでに出雲、片越え艦に関しては、海上自衛隊の内部では、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされるが、当時の時代背景を考慮すれば、政治的にも、日本が航空母艦を保有することはタブー視されていた。そのため、海上自衛隊が、独断で、こうした決定を下せるわけではないため、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、その重量や大きさに、対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価すべきだろう。出雲、片越え艦は、航空母艦化改修が終了したとしても、F-35 ライトニング 2B 他の艦内への収容は、10機プラスアルファとめされ、決して多くはないが、これも、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば致し方ないと感じられる。